え73歳男性が、73歳男性を誤射みたいな感じのニュースで、すごい確率だなと思って、73歳が、73歳を間違えて銃で撃つってどんだけの確率なんだろうと思ってね、この動画上げてるんですけど、山梨県の丹波山村で起きた事件なんですけども、73歳男性、東京から出て東京から来た方なんですけども、まあ、登山道普通に歩いてたらしいんですよ。そしたら、たまたまその老友会の方が、その、外、駆除してたみたいで、外獣を。で、その駆除してた73歳男性が登山道歩いてた、 男の人をね、仕方と間違えて撃ったって言うんだけどさ。仕方間違えるってすごいよね。だ獣道とかで突然さ、男性が出てきたとかだったら、とっさり撃っちゃうとかあるかもしれないけど、登山道を歩いてるわけじゃん。登山道だから獣道じゃないから、結構見渡しはいいと思うんだよね。その、って、猟友会の方なんだからさ、ある程度慣れてるとは思うんだ七73歳、ベテランの域でしょどんだけテンパって、 人と間違えて撃つんだろうなと。結構笑い事じゃなくてね、まあ笑っちゃったんだけどさ、あの手をね、開放骨折したのよ、撃たれた方が。で、開放骨折って結構聞き,聞き慣れない言葉だと思うんだけど、その、折れた骨がね、皮膚から突き出ちゃう感じ。で、左手の人差し指のところが開放骨折して、だから、破折れた骨が皮膚から飛び出てんだと思うんだけど、もう結構な毛がないね、ヘリで運ばれたらしいんだけどね。 いや、さ、もう、73歳同士でしょ。だからもう、すごい確率だなと思ってね。で、まあ、いろいろネットだと、その、面白いってことも言っててね。その、まあ、コメントとかだとね、まあ、コロナ、ね、自粛を求められてる正月に出てきた方が悪いとかって意見もあったりね。もう、73歳、運転もおぼつかないんだから銃持たせんなとかね。まあ、いろんな意見があるんだけど、まあ、新年早々、大変な目にお互いあったな、みたいな。お互いじゃねえか、その、撃たれた方か。うん、まあ、まあ、でもね、あのー、まあ、知らなくてよかったなと、まあ、ある意味、その、撃つ方もね、まあ、 鹿と人間を間違えるくらいだから、大して上手い人じゃないんでしょう多分ね。だからまあ、結局ちゃんと当たんなくて手だけで、よかったねっていうふうに、よかったのかどうかわかんないけどね。まあなんか、ちょっとじネねとして面白いかなと思ってこの動画撮ってみました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。皆さん銃を撃つのは気をつけましょう。撃たねえか。